こんにちは、Kです。今アメリカのナッシュビルに到着しました。テネシー州、やばい、もう私終始大興奮。まずこの気候、もう最高。28度ないけど湿気がなくて、もう最高。もうずっと笑顔。エルヴィス・プレスリーの街メンフィスは結構少し怪しげな感じやったんやけど、もうすごい治安がいい。今日はテネシー州メンフィスの名物料理を紹介したいと思います。ホットチキンが名物料理らしい。アメリカロードトリップ9000キロした時はガスズフライドチキンっていう絶品のフライドチキンを紹介したんですけど、めっちゃ美味しそう。ガスのフライドチキンを食べてないってことはフライドチキンを食べてないってこと。意味わかる。とは違うかな。ちょっとそれも含めて検証したいと思います。ブリヂストンとか見て、この雰囲気。あっちが夜になったらネオン街になって飲み屋街。ナッシュビルはあのテイラー・スウィフトさんの地元というか、ここでで、いろんな人気のお店行ってきたけど、こんなに行列する店は初めて入ったかも。来たー、出たー。
ました。これがダークで、ここは良かった、辛さも選べて、辛さが確か5段階ぐらいあって、全く辛くないからもうえげつなく辛い、色がもうこんな感じでめっちゃ濃い茶色になるぐらいスパイスがいっぱいかかってるやつ選べます。でサイドが2サイドで、アメリカならではのマッケンチーズと、これがなんかサザングリーンズってやつ、何やろ、めっちゃ重い。いただきます。ラストは全然違う、こっちの方が衣がザクザクしてて、そこまでスパイシーじゃないけど、すっごい肉に味が染み込んどる。チキンもプリプリでむっちゃ美味しい。これとフライドチキンって感じ、結構ジューシーで油って感じ。おいしい。チップ含めてこれで3000円です。多分ビールが900円ぐらいかな。こういうソースもついてくる。
本当にいろんな女性と遊んで朝帰りするみたいな。でそれの妻が本当にブチギレて、あらゆる辛いスパイスを集めて揚げたフライドチキンを懲らしめようと思って朝に出したんやって。でそれを食べた夫は辛いってもがくんじゃなくて、めっちゃ美味しいってなって、でその姿に呆れて奥さんはもう出ていたらしいんやけど、でそのイケメンの浮気症の夫がもう兄弟にもう信じられないぐらい美味しいから食べさせて、で店を出そうってなって、そっからこのホットチキンの文化が広まったらしい。もう90年経った今でも本当にホットチキンといえばパティビーズなぐらい有名な店として営業されてるらしい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。唇がまだピリピリする。ガスフライドチキンと比べてなんか比べ病がないぐらい、同じちょっとスパイシーなチキンなんやけど、衣も全然違って、いやどっちとは言い難い。どっちもまた食べたい味。やっぱりこの郷土料理名物はこの本場で食べたいから、皆さんもぜひナッシュビル、あんまりこう来る機会がないかもしれんけど、ホットチキンめっちゃ美味しいので、パティビーズに行ってみてください。カントリーミュージックの聖地ナッシュビルで、いろいろ街ぶらしたいと思います。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。アメリカ横断も続きます。